はい、どうもパチオです。今日はね、遠出するつもりだったんですけど、自転車パンクしちゃいましてね。まあ近所に自転車屋さんあってよかったなっていう感じなんですけど、でパンク直すのにね、まあ先客が結構いたんで時間かかっちゃったんですよ。ということでね、まあ遠出は中止ということで、割と近所で喋ってます。まあ河原ですね。ちょっとね、川のもう本当に海抜ゼロメートルじゃないけど、水面にごくごく近いところにいるんですけど、ここに来るのにね、ちょっと足濡れてしまいましたね。残念。はい、今日なんですけどね、オタク向けコンテンツってあるでしょ。漫画、アニメ、ゲームみたいなね、なんかそういうのに対する偏見ってなかなかなくならないよねっていう、そういう話です。まあ、X でね、何日か前にあったんだけど、漫画とかアニメってのは知的障害者向けコンテンツであるみたいなことをね、もう本名を出して堂々と言ってるような大人がいたりとかね、あとなんかテレビの話らしいんだけど、女性がね、なんか発言したのがね、拡散されてた。世の中の成功してる人間とかっての中にはゲーム好きがいないみたいな、なんかそういうやつはなんか成功しないみたいな、そういう話をしててね、いや違うだろうって言えるんですよね。まあこれ簡単なんです。なんでかっていうとね、ゲーム好きって成功してる人いるんですよ。まあ世界一の大富豪、今どうなのか知らないけど、世界5本の指ぐらいには入るぐらいの大富豪のね、イーロン・マスクとかさ、まあ、日本人でいうと大谷翔平とかは割とゲーム好きとして知られてるわけです。はい、ということで論破は簡単なんですけど、まあそうやってね、その偏見が、まあ、生まれていつまで経っても、解消されないというところに、まあ僕みたいな人間はね、じくじたる思いをしてますので、まあちょっとそれについて喋っていきたいなというふうに。まあ正直ね、こういう考え方をしてる人間っていうのは、まあいつまで経っても世の中の考え方がアップデートされていないという。まあそもそもね、まあ例えば映画とか小説とかそういうものだって、まあ昔はね、低俗なものだと言われていたはずなんですよ。そんなもん見てるのかと。劇場行って演劇を見るべきなんじゃないかって、ね、昔の大人は言ってたはずなんですよね。まあそういうのがね、どん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 時代の流れとともに覆っていくのがね、まあ文化というもののだと思うんですよね。はい、漫画、アニメ、ゲームってまあオタク向けコンテンツだとは思うんですよ。まあ今ね、もうほとんど世間一般に認められるぐらい知れ渡ってるんだけど、まあ世の中の流れがね、把握できない、まあ残念な人がね、そういうコンテンツを叩くのはね、まあ当然だと思うんですよね。だって自分がその価値がないと思って見ていたものが世の中では普遍的なものになっていって、それをさ、認めるわけにいかないんですよ。自分の人生をね、否定してるような気分になっちゃうから、いいやんいいやんって、新しいものがどん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 入ってくるんだからいいやんって言えばいいのにね。まあ、今まで自分が価値があると思っていたものがどん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 社用に追いやられていって、それに取って代わってアニメとかゲームとか漫画とかのオタクコンテンツというのがね、まあ出てきてしまった。まあそれをね、ちょっと認めたくないという、僕はね、そういうところがあるんじゃないかなと。まあそうじゃないにしても、それを認めないだけの何らかの理由があるわけです。で、それは何かっていうと、あ、でもさ、漫画とかアニメとかゲームとかを俺すべて肯定するわけじゃないです。なんでかっていうと、そればっかりにのめり込む人間って、まあ、例えばアニメとかだと CM カットしたって23分ぐらい、拘束時間があるわけです。
まあ、ゲームをやろうとしてもね、とっても長い拘束時間があります。昨日なんか僕なんかちょっとやってみようかなと思ってたゲームで、5時間6時間、時間を使いましたよね。はい、ということでね、自分がやらなくてはいけない本来やるべきことのリソースをね、ゲームとかそういうオタクコンテンツに割いてしまうことでね、自分の本来のポテンシャルが発揮できない。だからそのゲームとかが好きでハマっている、時間を余分に余計に使ってる人間は成功しないと思う人間がいても、まあ不思議ではない。まあ、これすごくね、僕もよくわかる。なんせそのゲームにハマりすぎてしまう人間だから。だけどね、正直そうやって何々が好きな人間は何々だとかさ、これはこういうものだっていう断定をもう初めから決めつけてしまう人間というのは、もうその段階で何か間違った弱さがあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあそれこそさ、まあ8時だよ全員集合とかさ、昔のテレビ番組、人気のバラエティ番組とかってさ、子供は見ちゃいけませんとかいう、教育に悪いとか言って、PTA とかが視聴を禁止したりしてたじゃない。で、そういうのを見て大人になった人たちが、まあ、みんなクソみたいな大人かって言いや、そうでもないでしょ。だから、いろんなところで犯罪して捕まってる人間とかいるでしょ。という人間たちが、実はそういう、そのクソみたいなコンテンツを、見ていたから、クソみたいな大人になったんだって断言できる根拠とか、ありますかね。僕はよくあるのはね、犯罪者の 100% はその1日前に水分を取っていたっていうだからね、水分は人間にとって悪だみたいな考え方まあそれに近いというか、それに近いむちゃくちゃなことを言ってると思うんですよね。まあ、正直それに対して何かね、正しさを見出すこともできないし。まあ僕はね、まあアニメゲームね、とかね、漫画とか、漫画俺あんまり読まないんだけどね。でも漫画ね、でも読み始めちゃうと、もうひたすら最後まで、途中で止めることなく読み続けちゃうんだよね。まあゲームなんかもそうなんだけど、やり始めてちょっとハマると、もうそればっかりになっちゃうっていう悪い癖があって、まあそういう人間はね、自分が本来やるべきことができないからね、成功しないというふうに言えばわかるような気がする。まあでも実際問題、ゲーム好きで成功してる人間なんていっぱいいるわけですよ。まあ大谷翔平じゃなくたって、なんかゲームやってるプロ野球選手、ゲーム実況をやってるプロ野球選手がなんかいましたけどね、YouTube によくおすすめでね、ショートが上がってくるんですけどはい、西武のピッチャーだっけ。まあそういう人もいますしね、まあそのレベルじゃ成功してないってその人は言うのかもしれないけど、でもそのレベルじゃ成功してなくてもイーロン・マスクは成功してるじゃない。まあまあだから大谷翔平は成功している部類だと思うんだよね。まあさすがにね、年俸が100億とかになってそれを成功してないとか言ってると、お前はいくら稼いでるんだよっていうね、なんだ女は飾りでいいのかっていうね。まあ綺麗なね、モデルか何かをやってる女性だと思うんだけど、その発言をしてたのはね、まあ俺はその人がどんな人なのか初めて見たから知らないんだけど、まあおそらく自分はもうめちゃめちゃ何億とかいうレベルじゃないぐらい稼いでるからこそそういうことを言えたんだと思うんだけど、まあね、ね、漫画アニメが知的障害者のコンテンツだって言ってる人もそうだけど、まあ僕はね、何かが何々であるみたいな、決めつけを、もう、一元的に、漫画アニメが好き、ああ、もうこいつは知的障害者みたいなもんだわ、みたいな考え方とか、ああ、何、こいつゲーム好きなの？じゃあ成功しないわ、って。その一元的な考えをできる
人間の方がどっちかっていうと俺はなんか障害者的な、そういうような人間に思ってしまうんですけどね、違うかなって、まあ違うんだとは思うんだけど、あの僕の偏見なんだよねこれは。だから人間ってね、こういう風にね、あのいろんな偏見を持ってるわけよ。なんだけどそれをね、さも真実かのようにひけらかしてるあのところがもうちょっとあの間違えてる。おー、なんかこんなところに魚がすごい浅いところなんだけどね、30センチぐらいのところなんだけど、今見るとめちゃめちゃ魚いるわ。あー、これなんだろうな。まあちょっとわかんないけどね、あの川魚がいっぱい泳いで、はい、ということでね、まあ今回の話なんですけど、まあ要するにそういう風にさ、なんか未だにそのね、ところいつの時代のこの感覚やねんっていう、もう今やそんなこと言ってる人間いないぞみたいな、もうね、なんか古臭い、なんかもうね、古代遺跡みたいな考え方を持ってる人間がまだ令和の世の中にもいるんだなっていう、あ、こいつらどういう人生を歩んで生きてきたんだろうって、ああ、なんだ、あの新聞とかを見て育って、小説とか映画を見て育っているとこういう大人になってしまうのかなんていう風にねほら、まあそういう作品もいいよ、俺も小説見るしね、映画も見るしなんだけど、一つのところに価値観が凝り固まってしまうのはそういうところに原因があったりすんじゃねえのっていうね、僕の方もね、ちょっとした偏見で、まあそういう人を見ちゃったりしますね。まあちょっと悲しいっすよね、そういう人の価値観を認めることができない人間、法律とかを犯してるわけじゃないんだからさ、まあね、自分が時代に置いてかれてるっていうのを気づかないで幸せな人たちだなとかいうふうに思っときましょうか。はい、ということで終わりにします。はい、以上パチオでした。バイバイ。